今年が僕年齢的に最後なんですよ、ネクストが。もう次22になっちゃうんで、本当にこうやって1位ギリギリ本当に嬉しいでございます。オーディションの時も1位を取ったことが1回もなくて、グループ評価とかそのいろいろなんかバトルとかするんですけど、絶対2位とかで止まってて、なんか他のなんか企画で1位取ってるかもしれないですけど、本当にちゃんと押したやつって言ったらあれですけど、やつでは1位は初めてかもしれないです。いや、これはふざけなしならガチでたくみくんだと思います。たくみくんは、女性からもかっこいいと思われますし、その男性から特にかっこいい顔をしてるかなと思うんですよね。本当にふざけた感じでなんか、答えるなら僕ですね。答えます。リーダーじゃないですか、与那城翔くん。やっぱりリーダーだからしっかりしないといけないっていうのは、自覚持ってると思いますし、その翔くん自体も、優しいことは当たり前に今なってきちゃってるんですけど、本当にすっごい優しくて、気も使えて、結構頭もありますし、でもちょっと抜けてるっていうのがやっぱりその可愛い部分でもあり、なんかリーダーがそのなんかめっちゃしっかりでビシバシする人よりもそのちょっと抜けて、なんかめっちゃいじられるリーダーの方が僕的にも、みんな的にも、多分他のメンバーのみんな的にも、なんかありがたいというか、やってて仕事しやすいというか。ずっとメンバーといるっていうのも楽しいと思うんですけど、やっぱりその一人の時間も必要じゃないですか。だから多分使用中とか今大丈夫だよみたいな感じでやってると思うんですけど、そのメンバーは翔くんの使用中未使用のやつを勝手に裏返して、普通の一人の仕事してる時も勝手に入ってきちゃうみたいなことはありますね、多分。オフか。地元帰りたいですね。とりあえず友達に会うっすね。会いたいです。やっぱ東京と関西なんで遠くてほとんど会えないので、友達に会って、はしゃいで帰っていきたいなと。変わったんだと思います。そこだけは多分もう死ぬまで変わらない気でいます。ちょっとなんか雨降ってたんですよ。で、その、自転車乗ってるおばさまがおられて、その方がもう僕の、歩いててバッションってこけたんですよ。人は結構いたんですけど、みんな無視するから、嘘やろと思って、で、僕がこうやってやらしい話です。いや、なんかいや、やめましょうか、これ。ビビ、こんにちは、シオンです。本当にこうやって一位を取らせていただいてありがとうございます。感謝でいっぱいでございます。これから、年齢的にナウの本戦の方に、行けるということで、僕ももっともっとイケメン磨きたいと思います。ありがとう。